前回の続きということで、もし荷下ろし時に破損が見つかったりした時にどう対処すればいいかということをちょっと言おうかなと。まあ当然ね、軽微なちょっとケースが破れてたりとかいう時はね、ちょっと何ていうかな、まあ、そんな時はね、さすがにちょっともう見てなかったとかいうことでちょっとね、まあ、原因書書いたりだとかいうこともあるんかもわからんけど、明らかにその積み込み時に起こらんような潰れ方をしとるものが出てきたとか、例えばなんかもうリフトの爪でグザッと突き刺してあったとか、もうそんな時はね、もう絶対に原因書は書いたらダメ。もうそのね、元請けが怒られようが何しようが、もうその原因書書いた時点でもうそのことをもう認めとるということやからね、その私が潰しましたって言ってるようなことやから、もう絶対にね、その原因認めたらダメ。もうその時はね、もう明らかにもう自分の過失でないと。まあ、当然そのチェックしてへんのはね、まあ、自分が悪いわけやけど、まあ、普通ね、その手でなんか積み込んでて、そんなリフトで爪でつけたような、起こりえへんわけやから。そんな時はね、もう、まずそのもうメーカーの方にも連絡してください。メーカーのもうそのまあ物流部であるとかね、もうそういう時に言うてね、そっちの方に言うても、その、もう上の偉いさんにちょっと直接だもう言ってもらおうか、まあ、会社から言うてもらった方がいいかな。もうそうせんとね、もうそんなね、もうそんなね、もう弁償とかなってたら、ほんまね、もう運送業、運転手やってられへんからね。もうめんどくさいから、もうサインしとくとか、もうね、もうそんなんはダメです。まあまあ、それぐらいかな。まあしょうもない内容やったけど、まあね、とりあえずまあね、皆さんこれがちょっと暑くなるけども、手摘みの人はまあね、ちょっと熱中症に気をつけて、まあ頑張ってくれやいうことですわ。ほなまたよろしくやで、ね。